熊本県山鹿市竹間地区。ここは古くから肥後細川藩主の御前茶を献上していたというお茶の名産地なのです。お茶摘みは機械化が進み、河北茶山唄の民謡で歌われる。娘さんたちのお茶摘み姿は今では見ることはありません。親子三代にわたってお茶作りに励む古川さんのお話を伺うことにしましょう。ここの茶畑はもう何年ぐらいになりますかね。もう14、15年ですかね。この開墾地関係でこう開発されたんですよ。点々とですね、この竹間茶のことだと横浪地とこって。それまではどんな山だったんですか。ただの山林じゃない。ただの山林。町の方で一応計画してから部分的にそうした茶園のことだと承認したけどですね。ということで何か所かにちょっと増援したわけですよ。いや、他の山でもお茶畑持っておられるんですか。はい、大体もう他のところというか場所は他のところが旬になっとっとで。ああ、そうですか。今日は休日ということもあって、古川さんの二人のお孫さんも応援に駆けつけているようです。茶こぼは3番茶まで進んでしまってんが、私たちはもう普通2番茶までぐらい。もう息子さんの時代ですか、代替わり、はい、手伝っていらっしゃる。もう80過ぎてからもう手伝いぐらいしかできんです。80歳ですか。お元気ですね。80数えは2で大正15年だっけ。お元気ですね。いや、こういう時期だけを少しでお手伝いにならそうでかですね。古川さん、いつまでもお元気で。